久松忠広氏、久松忠広氏から1913年7月7日は、明治期の哲学者、官僚、政治家、家族、貴族院施釈議員。陽名、高太郎。父は、上佐大滝藩主、松平正義の長男正春で、その長男として、上佐国大滝で生まれる。明治4年12月27日、旧位を今治藩主、旧症情報の養子となる。 明治5年8月7日用布の隠居に伴い家督を継承。1884年7月8日、死尺を除尺した。漢学を、島田高村、英語、河津広之ドイツ語及び普通学を、芝領海エルビン・クニッピング、ルドルフ・レーマンらに学んだ。1874年11月10日、留学のため、ドイツ帝国へ出発し、 オイゲンデューリングなどに指示し哲学と文学について学んだ。1878年12月8日に帰国し、1879年に私塾、理文学者を開き、西洋哲学、ドイツ文学などを教えた。1883年に理文学者を占め、同年8月、内務省御用係準装人出資となる。以後、同県少書機関、警官練習所幹事、 内務省参事官、外務省公使官書記官、第一高等中学校哲学授業嘱託、同教諭などを務めた。1890年7月、貴族院試着議員に選出され、1891年3月、公使官書記官と第一高等中学校教諭を依願退職した。沢会、今話会、研究会などに所属して活動し、1904年7月まで2期、 再任した。その後、党は火災保険相互会社取締役会長を務めた。ありがとうございます。